平野紫耀渡辺直美 SNS やりとりが話題話題。二人のコラボに期待の声も。こんにちは、読者の皆さん。SNS 上での交流が、時折私たちに驚きや楽しみをもたらすことがあります。今回は、日本のエンターテイメント界で輝く2つのスター。 平野紫陽さんと渡辺直美さんがインスタグラムを通じて繰り広げた魅力的なやりとりについてお伝えします。その交流から生まれる可能性に多くのファンが期待していることでしょう。コラボレーションを熱望まず私たちの物語は平野紫陽さんのインスタグラムストーリーズの更新から始まります。それは8月25日かね、ファンの皆さんは この瞬間に心躍るでしょう。何が起こったのか、どのような言葉が交わされたのか、早速見てみましょう。平野耀さんが渡辺直美さんのインスタグラムストーリーズに寄せたコメント。これによって、二人の交流が一気に話題となりました。以前から平野さんは、彼女に対する特別な思いを公にしていました。その瞬間、ファンの間では、 コラボあったら楽しみだなぁ、と期待の声が広がり、彼らの交流がますます注目を浴びることになりました。平野さんは8月14日月曜日に行われたインスタライブでも渡辺さんとの対面を望む気持ちを語っています。そして驚くことに渡辺さんもこれに応え、ストーリーズで彼の名前が出た瞬間の興奮を共有しました。彼女は 聞き間違えかと思ってもう一度巻き戻したらはっきり言ってて携帯投げたとコメントしており、その瞬間がファンにとっても心温まる瞬間となったことでしょう。そして8月24日木曜日、平野さんはインスタグラムの質問機能で届いたファンからのコメントに返信し、再びコラボを熱望する姿勢を見せました。彼はいいんですか、したい、てか話したい。 とコメントしファンの期待を一層高めました。翌日の8月25日金曜日、渡辺さんはストーリーズで返信し、何が起きているかわからなくて、とりあえず携帯投げたよう。ショーとコメント。そして、ぜひいつか話しましょう。ただ心の準備期間だけくださいやょうと平野さんへメッセージを送りました。 この交流の進展にファンからは歓喜の声が上がりました。期待と興奮が広がるこの素晴らしいやりとりが SNS 上で話題となっています。平野志耀さんが渡辺直美さんをメンションし、直美さん携帯投げすぎて壊れちゃう、準備できたら教えてくださいね、と返信した瞬間にファンからは多くの感動的なコメントが寄せられました。 この二人のアーティストは、その個性や魅力を通じて、多くのファンに愛されています。そして、その愛情がお互いを引き寄せ、素晴らしいコラボレーションにつながる可能性が高まっています。ファンの間では、渡辺直美さんと平野紫耀が尊い、再会が楽しみ、人見知り同士だから、ストーリーズだと緊張しないで話せるのかな など興奮冷めやらぬ様子でこれからの展開を楽しみにしていることが伺えます。この素晴らしい交流を通じて、二人のアーティストがファンの期待に応え、新たなエンターテイメントの扉を開くことができるかどうか、注目です。SNS 上で広がる期待と興奮が、彼らの未来をより輝かせることでしょう。最後に、読者の皆さん。 平野耀さんと渡辺直美さんの未来のコラボに期待しましょう。私たちもその瞬間を心待ちにしています。それではまた次回の記事でお会いしましょう。